年末ジャンボ宝くじ買いに来ました。いけない怪しい。年末ジャンボの、連番中、あ、連番中、素晴らしい。はい、20枚はい、はい、こちらが大きい方のジャンボでよろしいですか。はい、奥さん、私に行くのは大丈夫です。はい、すみません。大きい方の年末ジャンボですね。はい、1番が10枚と、7が1枚ですね。はい、すいません。はい、どうぞ。お聞きいただきますように。ありがとうございます。渡ります、渡りますように、渡りますように。今から2軒目、3軒目続けていきます。ちょっとね、オフィス街で人が多いんで恥ずかしいんで喋らなくなると、無言になると思います。メガネが曇ります。この辺でさっさと入ります。割と人少ない。彼の運はあるのかな。何でる、ジャンボのバラ10枚。ジャンボのバラ。はい。はい、ジャンボのバラ。はい。すみません。
じゃあ、年末ジャンボの、バラを10枚。はい。はい。これバラを10枚。はい。写真から3枚。はい。すいません。いただきます。3件ね、回って宝くじ買ってきました。ちょっとツリーでもとか。当たるでしょうか。当たるといいな。どこの売り場で当たるかやけど、ちょっとね、買った枚数が違うんでね、比較が若干違ってくると思うけど、いい夢見ましょう。楽しみだ。こんばんは。週末 YouTuber の宮田です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は年末ジャンボ宝くじ買ってみた動画です。近場で当たると言われている宝くじ売り場を調べて、今回3箇所で買ってきました。まずはサンセルコチャンスセンター、次に天神西口売り場、そして天神地下街チャンスセンター。調べてみると、サンセルコチャンスセンターは、ゾロ目の住所で、縁起が良さそうで、あとは日当たりが良くて立地も交差点の角ということで、風水的にもいいところと書かれていました。ここでは連番10枚、バラ10枚、合計20枚購入しました。次の天神西口売り場はなんかすごい書かれようやったんですけど、伝説の当たる売り場と言われてるみたいです。売り場には、これまで当たった実績みたいなのがいくつもこうね書かれてました。日本全国にその名を馳せる超開運宝くじ売り場らしいです。
最後の天神地下街チャンスセンターは先ほどの西口売り場、あとは、西鉄福岡駅構内宝くじ売り場、これもよく当たるらしいんですけど、そこと並んで、当たる売り場と言われているところらしいです。しかしですね、私が気になったのは、売り場の外観でしたね。まあもう動画見てもらったら分かると思うけど、赤い売り場でですね、もういかにも当たりそうっていうような雰囲気が出てましたし、なんか天使みたいなのがこう上にいましたけどね、おしゃれな売り場でしたね。そうそう、ちなみに僕は天神地下街チャンスセンターでこれを買ってます。そして超開運売り場っていうので買ったのが、これですね。これですね。これですね。そうそう。これはね、誰が持ってくんでしょうね、これ。これ。なんかちょっと怖いな。俺怖いんだな、今日は。ですね。はい。ということで、今回ですね、この3箇所、あ、違う、なんかもう1箇所、サンセルコの部分ですね、また僕の別の仲間が今持ってますんで、この今回3箇所で、買った宝くじが、まあ、当たってほしいなと思ってるんですけど、当たるかどうか、ドキドキしながら、2021年を迎えたいと思ってます。年明けに宝くじを確認した結果をまたミヤチャンネルでお伝えしたいと思ってますんで、また暇を持て余した方、興味を持たれた方がいましたら見てみてください。週末 YouTuber ミヤチャンでした。ご視聴ありがとうございました。ミヤチャンネル。